はい、どうも、大見ひるです。ちょっと声が枯れてます。今日はもうお昼の部が終わってからの動画撮影となってます。今日はですね、実はファンの方から差し入れをいただきました。ありがとうございます。と言っても、今日はお弁当ではなく、なんとラーメンの差し入れをいただきました。焼き飯もセットでーす。じゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。お父さんが配ってくれた。キキ京橋の1階にあるラーメン屋さんのラーメンです。あのね、お汁がね、真っ黒けなんですよ。で、極太麺にこのね、味がすごい旬でる煮卵にもうネギいっぱい、メンマも山ほど。でもね、器はね、そんなに大きくないんです。ほら、僕の手で包まるぐらいですからね。もうボリュームたっぷり、これを食べていただきます。ごちそうさまです。わあ、できた、真っ黒チャーハン、真っ黒チャーハン来ました。真っ黒、すべて真っ黒。いただきます。いただきます。うわお、すごい、うわお、すごいすごい、これこれこぼれる、うん、うわー、これはすごいですね。おいしそうですね。やっと麺が出てきました。うん、うん、おいしい。このね、チャーシューもすんごい味が澄んでる。うん、おいしい。それでこのメンマもね、なかなかこれだけ欲しい、夜にメンマだけ食れへんかな。メンマなかなか出てこないけど、うわ、出てきた。うん、麺はね、オーソドックスな昔ながらの中華そばという感じですね。中華そば、あの、懐かしく言うと品そばって感じですね。そんなに味も濃くないし、胃にもたれることもないです。美味しいです。それと問題のこの黒チャーハン、真っ黒です。なんか焼きそば UFO のソースをかけたみたいになってるでしょ。じゃあちょっとどんな味するか食レポしてみましょうか。この間の動画からなんか食レポついてるよね。じゃあいただきます。うん、うん、あのね、味は濃いです。なんかラーメンの汁をこう和えたような、そんな味ですね。美味しいです。あれ、美味しいです。
お疲れ様でした。本日の帰り道トークでございます。今日はね、楽屋の中の取れ高がほぼなかったんですよ。だから今日はちょっと舞踊ショー長めだったかもしれないですね。編集上楽しんでいただきましたでしょうか。まあでもそれはね、 YouTube の著作権上本当の音で提供できないのが唯一のね、もう心残りなんですけども、心痛めてるんですけど、それをお許しください。でも近日公開予定の YouTube メンバーシップではフルノーカットでお送りをさせていただきますから、近日ですからね。去年の12月から近日公開って言ってもう4ヶ月経ちました。そんだけ僕が忙しいっていうことです。ありがとうございます。今日はね、久しぶりに濡れマスク、あんまりにもちょっと喉がねイガイガするんで濡れマスクよ。これが一番効くんよ。一応ね、洗濯物をね部屋の周りに干して寝てるんやけども、それでも足りん感じですね。なんで買ってきてもらいました。ここから寮に帰るまでのこの誘惑の道、居酒屋さん、焼肉屋さん、焼き鳥屋さん、馬肉屋さん、この道誘惑がいっぱいですけど、今回は不思議と行きたいと思わんな。前は去年とかおととしとかは、まあおととしは空いてなかったんですけどね、ほぼ去年とかおととしはなんか行きたいなっていう気持ちはたくさんあったんですけれど、今年はほぼどこにも行きたくないねって感じですね。なぜやろうこの気持ち。どこにも行かないっていうのが慣れてきたのかな。なぜかって言ったら、大阪とかマンボウが出てる期間が長いじゃないですか。そうするとね、どうしても夜の8時までってなるんですよ。だから早く帰ろうっていうのがね出てしまうんですよね。他の方はどうなのかな。僕はね、とにかく早く帰ろうになるんですよ。8時になったら店閉まるぞぐらいの勢いで。でもね、今月は8時に終わるんでね、そんなことはできないんですけれども、まあたまには焼き鳥ぐらい食べたいかななんて思います。今から車入れ替えます。ここはね、駐車場がね100円パーキングなんですよ。で、あの毎日車を24時間以内に入れ替えないとダメなんですよ。そうしないとね、課金されるんです。24時間以内は安いんですよ。一番安いとこ心当たりで24時間990円。だから24時間以内に必ず出庫してもう一度入れ直さないと値段がどん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 上がっていくんです。だから今から入れ替えてきます。というわけで本日も最後までお付き合い誠にありがとうございました。じゃあまた明日の動画かな。明日の動画でお会いしましょう。それじゃあ。